今月11日までの1週間に、県内44の医療機関から報告された新型コロナの感染者は、1医療機関あたり10.55人と、前の週の0.69倍に減少。インフルエンザは前の週とほぼ同じ、1医療機関あたり18.55人ですが、依然として注意報レベルです。